オールウェイズ三丁目の夕日は、西岸、両平の漫画、三丁目の夕日を原作とした2005年の日本映画である。主演は、吉岡秀隆。11月5日公開。配給は東宝。制作は、日本テレビ、読売新聞、小学館、電通など。昭和33年の東京の下町を舞台とし、夕日町三丁目に暮らす。 人々の温かな交流を描くドラマに仕上がっている。建設中の東京タワーや上野駅、蒸気機関車、C62、東京都電など、当時の東京の街並みをミニチュアと VFX で再現した点が特徴である。昭和30年代の街並みが再現されたコンピュータシミュレーションでは、東京工科大学メディア学部の研究室が協力した。映画に出てくる。 三丁目の住宅、商店、街並みはすべてセットで再現されており、東方第2.9ステージ及び、群馬県館林市の大西飛行場跡地に建設されたオープンセットで撮影された。三輪自動車ミゼット、家電、店内の商品などは、ほとんどが各地から集められた本物である。山崎機監督によると、当時の現実的情景の再現以上に、 人々の記憶や心に存在しているイメージ的情景の再生を重視したようである。多くの映画賞を受賞し、高い評価を得ている。2005年12月22日、第29回日本アカデミー賞において、全部門でノミネート。2006年3月3日、日本アカデミー賞の最優秀賞発表では、この13部門のうち12部門で最優秀賞を獲得した。 昭和33年春、東京の下町、夕日町三丁目にある鈴木大渡。そこに、集団就職列車に乗って、青森から集団就職で六市がやってくる。六ちゃんと親しまれるが、実は大企業に就職できるかと期待していた六市は、小さくて古臭い下町工場の鈴木大渡に内心がっかりしていた。その向かいにある鷹市屋茶川商店の主人、 佐川龍之介は、小説家。茶川は江酒や、山藤の美人店主、石崎博美から見ず知らずの子供、古雪淳之介を酔った勢いで預かってしまう。キスに介せず、二人の共同生活が始まる。平成に入ってから、安倍秀治は昭和、特に自分が、少年時代だった、昭和30年代の映画を作りたいと断るたびに、発言していた。 ロボット社内の企画会議では、安倍の昭和企画と呼ばれていた。安倍の昭和企画のシンボルは、幼い頃に見た、建設中の東京タワー。安倍は、東京タワーが、少しずつ、虚ろに伸びていく姿を見た時の興奮や感動を、映画の観客にも、追体験してもらいたかった。他のプロデューサーから請願、西岸、両平の、三丁目の夕日というヒントをもらう。安倍にとって、 窮地の好きな漫画だったが、三丁目の夕日は劇画ではないので、実写、映画化は難しいように思えた。すでに昭和を懐かしむような解雇ブームが一段落ついた状態で、今から昭和を扱っても当たらないと意見された。また、建設中の東京タワーに一番興味を持ちそうな段階の世代は、同時に一番映画館に来ない世代でもあった。そのため、 マーケットが存在しない安倍の昭和企画は大反対された。しかし安倍は段階の世代が映画館に来ないのではなく、段階の世代が本当に見たい映画が作られてこなかった結果であり、段階の世代800万人の1割でも映画館に足を運んでもらえる映画を作れば成功すると前向きに考えた。周囲には否定的な意見が多かったが、 日本テレビの奥田誠人エグゼクティブプロデューサーの指示を得て次の段階に進むことができた。2002年 VFX を得意とする白組に属する山崎紀監督とロボットの安部秀治はタッグを組み SF アクション映画リターナーを制作した。リターナーは評判も良く主演の金城武氏からも次回作を期待されていた。山崎監督の三作目として リターナーの続編を含め様々な企画が検討されたが、当時、ロボットの社長だった安倍から聖願、良平の三丁目の夕日を切り口に昭和ものの映画を制作するというアイディアが出てきた。山崎監督は聖願、良平の漫画が大好きだったし、いつか人情物の映画を撮りたいという願望もあった。現代を舞台に人情物をやるには、どうしても照れが出てしまうが、 普通に人情物ができそうな昭和30年代を舞台にした三丁目の夕日は客観的に見れば良い企画に思えたが、だからといって積極的に自分で選んだ企画ではなかった。山崎監督が乗り気でないのは安倍にも分かっていたが、山崎監督の VFX 技術が安倍の昭和企画にはぜひとも必要だった。安倍はジェームズ・キャメロンがターミネーターの後に、 タイタニックを撮ったことを引き合いに出し、山崎に対し、ジュブナイル、リターナーと SF 映画がデビューから2本続いたので3作目も、同じような映画だと SF 映画監督というレッテールを貼られると説得した。さらに、山崎監督の VFX 技術に対し、空想のものなら表現できるが、実際にあったものは再現できないんだろう。とカマをかけた。結局、できますと答えた。 山崎監督は企画の物語作りから参加することになった。クリエイターが嫌だという仕事を自発的にやりたいという気持ちに誘導することも映画プロデューサーの大事な仕事だと安倍は実著の中で述べている。映画が完成した時点でも山崎は VFX 万件映画監督の自分をよく三丁目の夕日の監督にしたなと、 思わずにはいられなかった未だロボット社内に反対や否定的な意見が多い中で、安倍秀治エグゼクティブプロデューサーが山崎監督と物語作りの進めている頃、出資者に対するプレゼン用に二人はパイロット版を作成した。パイロット版には二個の目的があった。一個目は VFX 技術でどれだけ昭和33年当時の風景を再現できるかの確認。二個目は 観客の心を揺さぶるストーリーを持った映画であることを出資者などに伝えることだった。そのためにパイロット版にも簡単なストーリーが必要だった。予算の都合でセットまでは組めないので、東京・小金井市にある江戸東京建物園の建物を借り、20人の役者を使い撮影を行った。3分30秒のパイロット版には2000万円の費用がかかった。 映画化の目処が立っていない段階での2000万円は、安倍にとっても大きな冒険だった。しかし、企画書で建設中の東京タワーの前を都電が走ると、文字で説明されてもピンと来なかった人たちが、パイロット版を見るとなだれを打つように賛成派に回った。山崎監督含め原作通りの映画タイトル、三丁目の夕日を支持する意見も多かったが、安倍秀治エグゼクティブプロデューサーによって、 タイトルがオールウェイズサブタイトルが三丁目の夕日に決まった。コピーライター経験もある安倍は映画と観客との最初の接点となるタイトルを重要視している。オールウェイズには文字の力強さ、心地よい音の響きというメリットの他に、いつまでも変わらないもの、いつまでも変えてはいけないものといった、この映画のメッセージが込められている。邦画で、しかも、 昭和33年を舞台にしているのに、英語タイトルというミスマッチも面白いと判断した。しかし、映画評論家、ラジオ DJ のライムスター、歌丸は、英語タイトルを付加することについて、雰囲気横文字は、田舎の喫茶店の名前みたいで野暮だと指摘し、この命名法を山崎メソッドと呼んで馬鹿にしている。撮影に入る直前のミーティングで、 安倍秀次エグゼクティブプロデューサーはタイトルが表示されるまでの冒頭のシーンを長回しのワンカットで撮ることを山崎監督やスタッフに突然提案した。冒頭のシーンは次のようになっている。一平が三丁目の路地裏から模型飛行機を飛ばす。模型飛行機は都電が走る大通りに飛んでいく。都電が走り去る、その先には建設途中の東京タワー。そして、 映画のタイトルが表示される。多くのスタッフがカット割りして撮影する予定でいた。三丁目の路地裏のセットは、都内の屋内スタジオ、東方スタジオ、大通りのセットは、群馬県立林市にある屋外オープンセットなので、安倍の提案を否定する声も多かった。しかし、この安倍の無理難題に対して、山崎監督と各スタッフは知恵を絞り、 模型飛行機を CG にすることで解決した。一平が模型飛行機を飛ばす路地のシーンと大通りのシーンの間に模型飛行機が家々の屋根の間を飛んでいくシーンを挟むことによって模型飛行機は常に映り続けているので長回しのワンカットとなっている。安倍の提案をあまり重要視していなかったが映画が完成してみると冒頭シーンが一番印象的なものになっていたと 山崎監督は述べた。上野駅シーンで蒸気機関車が必要になるが、多くの映画やドラマで使用されている、大井川鉄道でのロケは行わなかった。昭和33年当時、常磐線で使用されていたのは最も大型の蒸気機関車 C62 や D51 で、それに対し大井川鉄道の蒸気機関車は小型であるため、ロケには、京都の梅高寺蒸気機関車館にて、 胴体保存されている C622 を使用した。ただし、上野に乗り入れていた C62 が川崎重工製だったので、メーカーのプレートは変更している。鈴木家が買ったばかりのテレビを茶川が完全に分解してしまい電気屋が引き取るシーンの撮影中、分解されたテレビの真空管が使い古しのものであることに、 安倍秀次エグゼクティブプロデューサーが気づくと新品のテレビを分解したのだから部品も新品でなければならないと取り直しを命じた。また昭和33年当時はハエがところ構わず飛んでいたので CG で付け加えさせた。鈴木オートの社長が乗るダイハツミ Z は1957年生産開始なので映画のようにボロボロになっているのは現実のリアリティから考えるとおかしい。 また、三丁目の街並みも戦後の焼け野原から復興したことを考えるともっと新しく見えるはず。しかし、安倍によれば映画の観客が求めているものは古き良き時代の懐かしさであるのでわざと古く見せる美術を施した方がしっくりくる。現実のリアリティよりも映画のリアリティを選択した本作の世界観を安倍は本物よりも本物らしく見せる。1。 一の模型と呼んでいる。時代劇と違って、金過去である昭和33年当時を知っている人は、たくさんいるのに、山崎監督自身は、生まれる前なので知らないという不安もあった。山崎監督は、参考にするために、多数の昭和30年代の映画を見た。そして、昔から好きだった、小津安二郎の、おはやようのようなコメディを目指した。また、原作の漫画は、 短いエピソードの積み重ねなので、そのままの実写化では、ブーツ切れで、まとまりのない映画になってしまうことを避けるため、群像劇で複数の話を同時進行させる、ラブアクチュアリーの語り口を参考にしている。当初、本作はロケでの撮影が可能だと考えていたが、映画で使えるような広い範囲で、昭和33年当時の雰囲気が残る場所は、 日本中を探してみても存在しなかった。そのため、セットと CG を併用した撮影となり、街角で起きる、ちょっとした、人情話に、多額の費用をかけることとなった。2004年12月2日、東宝スタジオで本作の制作発表記者会見が、開かれた。会見終了後、総工費4億円を費やした。 成功な街並みのセットが披露された。監督としては素晴らしいセットが美術部によって作られたのは喜ぶべきことだったが、ポストプロダクションでそれらのセットに見合う CEG、街並みのロングショットを作らねばならないのかと CEG チームの一員でもある山崎は恐怖も感じていた。最初はセットの撮影では嘘っぽくなることに抵抗があったが、照明部の努力により、 例えば、夏のシーンは、山崎監督自身も真夏の日中に、外で撮影している感じがするまでの映像になった。撮影においては、昭和33年にタイムトラベルしたスタッフが、実際の街や景色を現地でロケしているつもりで臨み、セット撮影の制限事項を無視した形をとった。例えば、カメラがセットの外に移動しようが、クレーンが動いて、セットの奥が見えようが、 セットの天井が映り込もうが、不具合は、後で CG で直しますと、山崎監督は OK を出した。そのため、キネマ旬報によれば、本作は、セット撮影の限界を感じさせない映像となっている。2005年10月24日、第18回東京国際映画祭の特別、招待作品として本作が上映された。キネマ旬報の掛尾義夫は、原作漫画、 三丁目の夕日は、長期連載のため認知度は高いが、爆発的ベストセラーではない点、掲載し、ビッグコミックオリジナルの中では渋い7番バッターのイメージである点、原作漫画のファンは、高齢男性と想定され、高齢男性は最も映画館に足を運ばないそうで、ある点からヒットするとは考えていなかった。しかし、映画公開中の日劇にで行われた、 東方の調査で本作の観客の男女比は57対43。年齢層は多い順に40代が37%、50代22%、20代15.6%、30代14.5%となり、かかりようの予想とは大きく異なった。鑑賞の動機は面白そうだから、昭和30年代が舞台だから。 全国271スクリーンで公開され、2005年11月5日6日の全国週末工業成績では、観客動員が16万4023人、工業収入2億1418万円を記録し、首位で初登場する。安倍秀次エグゼクティブプロデューサーは、初週の工業収入に3億円を期待していた。公開二週目の十一月十二日十三日は、 前週末以上の工業収入2億1600万円となり、周囲をキープした。口コミで本作の評判が伝わり、それが2週目の前週対比100.1%といった数字に現れている。公開9日目に累計工業収入は6億6000万円強となった。映画ドットコムの小前直文は、最終的に工業収入が20億円に達する可能性があると予想した。 キネマ旬報の掛よしおは20億円は、確実、25億円も狙えると予想。公開3週目の11月19日20日も、首位となり、V3 を達成。公開4週目の11月26日27日に、首位を、ハリー・ポッターと炎のゴブレットに譲るが、累計興行収入は15億円を突破する。公開5週目の12月3日4日に、 累計工業収入は20億円に近づく。12月19日には累計工業収入は22億円に到達する。全国200巻を超す映画館で上映延長が決定し、年越しロングラン上映となった。公開10週目の2006年1月7日8日までトップ1二ランクインした。最終工業収入は32.3億円となった。 観客動員は284万人。大きな過去は歴史として尊重されるが、祖父母や父母が生きてきた金過去は否定される。おかしな話である。金過去を大事に思い出す。それは自分の足元をしっかりと固めることであり、亡き人々を追悼することでもある。川本三郎。 オールウェイズ三丁目の夕日のノスタルジーのことなど、映画を見ればわかることにキネマ巡報者。2007年10月、250ページ。ISBN 978から4から873762951。当時を知る制作委員会の人たちが、本作のオールラッシュ、ら編集の死者、を見終わって、映画の感想を述べるのではなく、あの頃は、ああだった。 こうだったと話を延々と始めた。本作が完全に記憶再生装置になっていると山崎監督は解説する。安倍晋三は2006年7月に出版された美しい国への中で映画三丁目の夕日が描いたものとして本作品について取り上げている。また2007年4月に中国の恩家宝首相が日中会談で安倍晋三との会談の際に 本作を見たと述べた。この映画の影響の一つに、薬師丸博子の NHK 紅白歌合戦の出演が挙げられる。この映画のヒットや彼女の演技が高く評価され、2005年12月28日に紅白歌合戦の審査員として出演することが発表され、31日に出演した。2006年12月1日に金曜ロードショーでテレビ初放送され、 22.5%の高視聴率を記録した。また2007年11月2日にも続編の公開前日特番として、同枠で2回目の放送を行い、こちらも20.8%という高視聴率をマークした。2010年4月9日2012年1月13日にも同枠で放送された。公開中から続編の制作が噂されてきたが、 2006年11月に、オールウェイズ族、三丁目の夕日の制作が発表された。本作のラストシーンから4ヶ月後の昭和34年春を舞台に描かれ、本作の出演者がほぼそのまま出演した。2007年1月クランクイン、2007年11月3日、公開。2007年10月15日、東京日本橋で映画の発表会が行われた。 さらに、昭和39年を舞台にした3作目の、オールウェイズ3丁目の夕日64が2012年1月21日に公開された。音楽は佐藤直樹が手掛けた。サウンドトラックは2005年10月21日に、バップより発売された。最大時の五福通り商店街旧選挙尋常、小学校校舎梅工事蒸気機,機関車館の C62、発売元は、 小学館、販売元はバップ。ありがとうございます。